続いてですね、この撤収をやりたいと思うんですけど、基本的には撤収っていうのは、ペグを抜いて、すべてのペグを抜いて、ロープを外して、フライシートを取って、フレームを抜いてもらうと、テントが崩れるんで、基本的にはそんな難しくないです。ロープはもうね、全部抜けてる状態に今なってるんですけど、何がやりたいかっていうと、雨が降ってる時と風が吹いてる時の、要は撤収方法を今からちょっとやりたいなと思ってます。どうしても、今、市場にあるテントっていうのは、すごく軽くできてるんで、風が吹くと簡単に飛んでいきます。なんで、風が飛んでいってね、テントがまあ、落ちた場合っていうのは必ず壊れるんで、そういうことがないように、今からやる撤収方法を覚えておいてもらうと、風が吹いても飛んでいくことはないです。はい、じゃあ、撤収していきますね。まずですね、この皆さんが見てるアメニティドームは、ボトム部分のペグは残してます。ボトム部分でどうかっていうと、この黄色の箇所、緑の箇所、黄色の箇所で、反対側も黄色、緑、黄色と計6箇所の、ペグと、で前室のここのペグは残してる状態ですね。で、ここから撤収していくんですけど、まずはこの前室の骨抜いてあげてください。これ抜くだけです。はい、いきますね。で、骨を必ず押してあげてくださいね。引っ張るとこういうふうに間に抜けるんで、必ず押して抜くっていうふうに覚えてください。で、骨の折り方は、端から折るんじゃなく、真ん中に近いところから順番に折っていきます。これはショックコードの、要は寿命を伸ばすためね、端から折ると端の箇所が力がかかっている状態で切れやすい。真ん中真ん中と折ってもらいます。で、前室の骨を抜きました。ここのペグはもうこの時点で抜いてもらって結構です。はい、抜きます。で、バックル、これも外します。これ計6箇所、黄色4箇所の緑2箇所があるんですけど、これ全部外してあげてください。はい、外しました。あれ、カメラどこ行った？あ、こっちにいましたね。で、例えば今風吹いてたとします。で、フライシートがじゃあ風吹いてたら飛んでいくのかっていうと、実はマジックテープでまだフレームにつながってるの、飛んでいくことはないです。なんで風が吹いてるときはマジックテープを外しながら、全部外しちゃうとどっかのタイミングでふわっと飛んでいく可能性があるんで、順番に外していってください。で、雨が降ってる時っていうのは、フライシート地面に下ろすと汚れるんで、マジックテープを外しながら、どっか天井付近に、ちょっとずつ束ねていきます。で、風が吹いてる場合はマジックテープは最後の最後まで1箇所でもいいんで、できるだけ残すようにして、最後の1個を取った時点で手に収めるというやり方で、雨が降ってる場合はここで全部束ねてもらって、ゴミ袋1枚用意してもらって、この上でザクザクと束ねてもらって、ゴミ袋入れて持ち替えて改めて干すというやり方をしてもらうと、飛んでいくことはないです。これを、地面に下ろして汚れることもないんで、そういうやり方を覚えてもらいます。はい、これフライシート一旦終わりますね。で、今度はインナーテント、まだ、6箇所のペグは残ってますね。黄色、緑、この6箇所のペグは残した状態で、フックは全部外します。じゃあ、フックが外し終わったんで、今度フレームを抜いていきます。フレームを抜いていく順番は、まず緑、こいつを抜いてテントを潰していく手順に入っていくんですけど、骨を抜く前に、皆さん少しやっておいてほしいのが、ファスナーを少し開けといてあげてください。これ前後とも、フルに開ける必要ないですよ。この下の一番下のラインだけでいいんで、前後とも開けておいてもらうと。で、開けた状態で、
緑を抜きますね。はい、これ緑抜き終わりました。はい、次、黄色の骨2本、どこか抜くんですけど、ペグが残ってないテントで黄色の骨を1本抜くとテントはどっちかに倒れます。バサッとね。冒頭説明したように風が吹いてるとき雨が降ってるときっていうのは、基本的にはこのテントを地面の方には倒したくないんですよね。白い生地が汚れるって。で、風が吹いてもまず飛んでいくことないです。今ペグが残ってるんで。で、この状態で、黄色の骨を抜きますね。一箇所。はい、抜きました。で、通常だと、ペグが残ってなかったら、この時点でどっちかに倒れようとします。で、6箇所のペグを残してるんで、引っ張り合ってるんで、一箇所抜いたところで倒れません。見ての通り。で、次、雨が降ってると仮定すると、横に倒れる、もしくは前後に倒れるっていうことは、この横のこの白い面、もしくは前前後の、前と後ろの白い面がどっちかに倒れることになるんで、砂がついたり泥がつくんで、今これを抜いたらどうなるかっていうと、抜きます。このまま素直にまっすぐ下にゆっくりと下ろしてもらうと、茶色い生地の地面にもあらかじめついてる面で、白の生地は潰れていってくれるんで、ほぼほぼ必要以上に汚れることはまずないんですよ。このやり方でいくと。で、潰してもらうときに、冒頭説明したように、テントの出入り口、ファスナーを開けておいてもらうことによって、空気が素直に抜けていってくれるんで、早い段階で、インナーテントが要は潰れていってくれるっていうやり方です。で、まあ、万が一これ骨を抜いて風が吹いても、まだ抜いても6本のペグで止まってるんで、わざわざ飛んでいくことはないんで、ペグはまあ最後まで置いといてもらって、骨も全部抜いてもらって、骨も畳んでもらって、それからペグを抜いてもらったらいいと思います。はい。骨も終わりました。ここからペグを、残りのペグを抜いていくんですけど、例えば雨が降ってる時っていうのは基本的にはその場では乾かすことできないんで、ペグを抜いた時点では束ねて持っていくっていう作業、持って帰るっていう作業をしてもらってもいいですし、四角い状態で綺麗な状態で潰れてるんで広げ直す必要がまずないんですよね。このやり方は畳む時っていうのは一回広げて綺麗に広げて、畳むようにするんですけど、今見ての通り綺麗な状態で潰れていってくれるので、収納ケースの幅に合わせて畳む作業がすぐにできる。で、例えばテントのこの底、底が濡れてる場合は裏返しにして乾かしてもらう必要があるんですけど、そうじゃなくて濡れてないとか、どうしても畳んで持って帰りたいと、濡れててもっていう方はもうこの時点で畳んでいく作業をしてもらったら簡単に畳み終わるっていうやり方です。で、基本的には別に風がなくても雨が降ってなくてもこの撤収方法でしてもらっても全然問題はないと思うんで、日頃からそういう癖をつけてもらうとより安心安全に撤収はできるんで、一度チャレンジしてもらったらいいかなと思います。